MC なんですけど、特別そんな話したいこともなくて、話したいことないことはないんですけど、何ですかね、なんかちょっと不思議な感覚に言われてるのが、ホルモンをマキシマム・ザ・ホルモンっていう結構いかついバンドがあるんですけども、それのボーカルをやって次の初めてのピンボがキカオだったんで、いやなんか不思議な感じですよね。なんか本当にやっていいのかなっていう、セカオに申し訳ないのかなっていう、どっちもそうですね、不思議な感じですね。でそんなこんなで、そうですね、ちょっと今思ったんですけど、僕があれですよね、舞台開けてから初めてのバンドというか、僕たちが、そうですよね、いや、めでたいことですよね、本当に。申し訳ないですね、本当、話すことなんもなくて。なんかいいことありました、皆さん。なんか、舞台中にいいこととかありました？なんかあった人いますか？ちょっと聞いていいですか？慎太郎くんとかなんかありました？なんか、たくさんあったと思うんですけど、たくさんそれはあったと思うんですけど、例えば、いやもう些細なことでもいいですよ。さっきでもいいですよ。ああ、いいっすね、それは。風邪ひいちゃったんですか？それはまずいっすね。つなげようや。と、何ですか、日野さん。はい、どうぞ。はい。おお、めでたいですね、それは。まあそんなこんなで、そんなこんなで、いや本当にマジで、なんだ、役員というか、会計とか部長とか、本当に皆さん、あ、部長っていうか、同行会長ですか？本当にマジで、いろいろと大変だったと思うんですけど、マジでお疲れ様でした、本当に。ということで、2曲目いきます。視聴手曲です。お願いします。
I'm gonna make you mine.
以上です。ありがとうございました。